ました。はい、ライブトーク、ね、2回ぐらいやってたんですけど、2回目ですね、はい、最初2人でやって、その後マリッペが入って、今回がまた3回目ぐらいですね。はい、はい、ドライブトークはやってる本人たちはすごく面白いんですよ。はい、っていうのはドライブってなんか特殊な、なんか環境というか、はい、デートの目的がドライブでも成り立つぐらい、何かこうあるんですよ。こう並んで喋って、例えば目的がなくてもドライブやったらなんかできるみたいな。はい、何回かドライブトークを見た人から、面白い男2人で変わってるとか、っていうのは言われたことありますけど。まあこれやろうと思った目的がそもそもこのやたら広角のカメラを、しかもすごい音がいいっていうカメラなんで、これを買ったっていうそれだけのことで、買って使いたかったっていう。あ、そこにドライブトークがあった。ドライブトークの始まりはただ新しいカメラ買って使いたかったっていうだけです。そうだったんですよ。はい。あ、でもきっかけは、でもそれ面白いですねこれ、確かに超広角、自分音声のこと分かんないですけど、結構綺麗に入ってます、はい。まあそんなもんでいいわけですね。何か深い意味があってとか目的があってとか、社会を平和にしようとかっていうのは、ね、なかなかないですね。なんか充実するために、はい、例えばなんかこう打ち込める趣味を持たないととかいうふうに思ったりもするときあるんですかね。はい、十分これやってるときとか後で見返したりすると面白かったり充実感があったりするので、これでも十分かもわかんないです。世間的に見て大層なことではないし、別にそんなに価値があるってこともないですけど、まあ、自分たちの中で価値があれば、ね、いいかなと。それをこう堂々と見えるところで、人に見られるインターネットで公開してるっていうのはね、自分たちしか価値を感じないことを、でもそうやってみんなが好きなことをやって、それをみんなで共有してたら平和になるかなという気もしますしね。そうか、そうなんですね。インターネットのいいとこはなんか奪うことがないからですかね。どういうことですか、奪うことがない。ネットでアップすると、まあ一応ほぼ、まあ、無限に情報を好きなだけ出せるわけですよね。はい、誰かから奪って出してるわけじゃないので、自分たちが出すだけで、それをまた見たいなとか聞きたいなって思った人だけがアクセスすればいいだけのことで。ああ、そうか。これをどっか場所借りてなんかセミナーみたいなのやるとなると、その場所を、まあ、占有しないといけないですね。もしかしたら他の人が使いたかったかもしれないのに、先に予約して会議室なりなんかホールなりを予約しないといけないし、で来てねって呼びかけると、その人たちはまた、ね、お金とか時間とか使ってそこに行かないといけないし、まあ、でも負担がないですからね、こうやってネットでやってるっていうのは。時間的とか、こう地域的とかいう制約ないですもん、まあ、時間的にっていうか、その夜中が好きな人は夜中でもいいし、確かにそっか、場所を借りてってなるともうその時間帯って決まってしまいますもんね。古い考えの人ってすぐインターネットを否定するのがなんかこう歯がゆいんですよね。やっぱり会って話さなきゃとか、目を見て話さなきゃダメでしょみたいな話とか、ね、なんか目を見て話さないとやっぱ伝わらないでしょっていうのは、なんかでも言いますよね。なんかそういう感覚があるんですよね。ネットを否定して、やっぱり会って顔を見て話さないと分かり合えないねっていう人は、多分、古い時代の人だというのが一番オブラートに包んで優しく言ったぐらいの表現で、本当はそれじゃダメだと思います。直
端な話、会ったこともない地球の裏側の人のことも考えられる人間の方がいいですよね。そしたらもっと世の中平和になるし、もっと分かり合えるし。ああ、会って話さないとダメよねっていうことで、インターネットをやろうとしてる人の考え方を否定してるってこと？例えば貧困で苦しんでる人もいるわけですよね、はい、いろんな差別を受けてる人がいる、はい、まあ、100円ショップとか安い服のお店とかあるけど、それってその商品がなんで安いかといえば、ものすごい低賃金で働いてる人がいるわけですよね。そうです。そういうことも考えられる人の方が本当は素敵なはずなのに、会って話さないと分かり合えないとかって言って、なんか自分の良権の狭さをなんか肯定しようとしてるというか、ね、まあ良権の狭さを肯定しよう、それは本当に良くないと思いますね。もっとインターネットも活用した方がいいし、で会って話さないと分からないよねって言ってる人に限って全然相手のこと分かってないというかね。なんか分かった気分になって、物理的に近づいて分かった気分になってるとか、だって面と向かって言えないことがあったりするわけですよね。逆にそうです、対面上は一応仲良くしとこうと、握手 しとこうとするけど、でも本当の思ってることは違うっていう場合もあるのに、会って話せば分かり合えるね、仲良くなれるねっていうのは、多分本質的に何も分かってないんだと思いますね、そういう人は。例えばこう握手の手を差し出されたら、とりあえず握り返すじゃないですか。それで手を差し出した人は、ほら仲良くなれたじゃないか、握手したじゃないかって思うわけです。でも差し出されたからとりあえず握った人にとっては、別にそれで仲良くなったかどうかっていうのはまた違う問題ですよね。会って話さなきゃ、目と目を合わせて話さなきゃっていう人っていうのは、物理的に近づいて分かり合えたという気分に浸りたいんだろうけど、本質的に人のことが分からない人なんだろうなと思います。そうか。会って話すことのもちろんメリットもありますよね。もちろんありますね。で、インターネットのメリットももちろん今みたいにありますよね、うん、どっちがインターネットがいいんだとかじゃなくて、うん、ちゃんとインターネットもいいし、会って話すこともいいし、それを相手を分からないっていうのがダメっていうか、いうことなんか、ネットを否定するってことは、あ、ネットで生きてる人を否定してる、ネットのことを分かってないってことです。そうそうそう、本当に分かり合えるんだったら、インターネットの方が自分を出しやすいとか、メールの方が本心をかけるとか、いろんな人が世の中にいるってことも分かれるわけですね。タイヤさんは、ね、会って話すことをもちろん否定してるんじゃなくて、うん、インターネットももちろん OK やし、うん、会って話すのも OK やし、ということですよね。ただ、いろんなこと考えて相手を否定することだけでは、会わないとわからないねっていう発想は、まあ、これまでそういう価値観がどっちかというと良さげに思えたわけですけど、そうです、そうです、これからやっぱりそれじゃ精神的に育たないというか、ね、会ってない人のことも分かるようになるって。でも本来日本人っていうのはそういう思いやりもあったはずで、まだ会ったことない人のために何かお土産買って持っていこうとか、ね、ありますあの人どんなのが好みかな、どんなのを持ってたら喜んでくれるかなとか、思いやりっていうのは会って顔見て相手の顔色を伺ってから出すものじゃなくて、会う前から思いやりって持つべきだし、何のご縁もない人のために考えることも必要です。何のご縁もない人のことを思いやる。日本人が一生懸命こう秩序を守ろうとするとか、ね、物を大切に扱うとか、電車を汚さない、街の道も壁も汚さないっていうのも、それやっぱ会ったことない人のことも思えるからですね。もしね、今のね、ゴミを捨てないとかいうのは、観光地行ったら自分のところに住んでるところじゃない、一回きりのところやったら、ゴミを捨てても自分にとっては全然関係ないけど、絶対、まあ、捨てないですよね。
その地域の人のことも考えるし、次に来る観光客の人のこともやっぱりどっかで感じてるってことですよね。中にいろんな人がいるんだから、こう、ね、で良くも悪くもネットでその人の本性が出るって場合もありますよね。どういうことですか？まあ、Facebook とかそういう SNS でなんかやたら長文を出す人がいたりとか会って話すときにはそんなことを言わないのにっていうのとかあります、ね、あ、そうそうそう、あの Facebook やから、あの書きたいことが書けるっていう人もいます、会ったときにはね、無口な人もいますよね。あとは、まあ、ツイッターなんかでも複数のアカウントがあって、まあ、職場の人とつながるよとか、ね、学校のお友達とつながるよのアカウントがあったり、で悪口ばっかり書くアカウントを持ってたりとかで5つぐらいアカウント使い分けてる人とかもいますしね。なのに会って話さなきゃわからないよねっていう人は多分本当に人のことが分かってないんだろうと思います。なんか自分をご機嫌にしてくれてるから分かり合えたと思ってるだけで、相手は対面してるから気使って、ね、仲良くしてるだけかもしれないですね。だからこう会って話さなきゃ分かり合えないねっていう人は大抵精神性が低いというあののっけからなんか過激ですねまあこう多少とんがった言い方をしといた方がこう、ね、特徴が出るというか。別に、まあ、よくあのわざととんがらせて言う表現することがあるんですけど、また本心では僕はそう思ってなかったりとかね、言うこともよくあります。あえて Facebook で上げるときに、あの、まあ、批判されるというか、こう、ような表現をするときがあるんですよ、あの時あえてっていうことだなって思うときもありますもん。まあ、あのあえて思ってないことを表現するっていう場合もあったりとか、本当の思ってることを言うとまたちょっと違うというか、伝わらないのでっていうの、波長ですね。そう思うとインターネットのですよ、ツイッターであろうがフェイスブックであろうが、いろんな表現をしている人がいるわけですよね、その表現を同じ人でもこう波長が、ね、それぞれその時によって違うっていうのもあります。確かにそうやな。あの極端な話で言うと、たまにあの神様のメッセージを受け取ってそれを発信する人がいるわけですね。本当かどうか知らないですけど、はいはいはい、なんか、まあ、神様な、実際に神様の声が聞こえるとか見えるとかいう、そう証言する人とも出会ったりすることはあるんですけど、すごい立派なことを言うんですよね。なんか、はいはいはい、なんか宇宙からのなんかメッセージでとか、人間は調和してこれから共存して生きていかないといけないんだみたいなことを、ものすごく壮大で美しい表現で語られて、本当に心きれいな人は、わあ素敵なメッセージですねっていう反応になるんですけど、でもこう心が汚れてる人からするとインチキ臭とか宗教臭いとかってなるわけですよね。そうすると結局その壮大なメッセージ伝わらないですよね。伝わらないよ、伝わらない。で本当に分かり合える、共存共栄し合えるっていうところを目指すんだったら、もうちょっと言葉を汚さないと逆に伝わらないというか、波長を低い人に合わせないといけないというか。だからこう毒のあるような言い方をあえてして、その人たちにも、ま、低い波長の人にも合うように本当は語らないといけないんだけど、やっぱそれをできる人っていうのはやっぱ少ないですね。少ないし、あのそういうことを考えたことがないないので、え、そんな風に Facebook とか、まあ、発信ね、発信をしてる人がいるのっていうことにちょっと驚きを覚えますけど、でもすごいやんちゃな子供を構成させる人って、もうガチガチの真面目な先生よりもなんか俺も昔悪だったっていうのが多いです。そうそう、うん、だから悪い人が悪い人を教えるっていうのは、まあ、どっかで必要なんだろうなっていうのもあって、真面目にガチガチでまあね、教える人ももちろんそれそれでいいんですよね。会わなきゃ分かり合えないだろうっていう人は、まあ
こうやって握手してるけど本当は動画持ってるか分かんないよっていう言い方をしてあげた方がズキッとくるというはいはい、あえてね、うん、あえてね、うん、うん、その人はそうなのかな。やっぱりこう自分の範疇外のインターネットとかはね、その人にとって自分のねテリトリー外にあるもんだったら、やっぱり否定したい、否定して安心したい。そうなんだね。理解できないものとか否定したいっていう心理がね、人にはあるんです。理解できないもの、そうですよね。